マイケル・レビンはアメリカのバイオリニスト、マイケル・ラビンと表記されることもある。ニューヨークの生まれ、ルーマニア出身のユダヤ系移民を両親に持つ、父親はニューヨーク・フィルハーモニックの第一バイオリン奏者で、母親はジュリアード音楽学校のピアノ教師を務める音楽家の家庭に生まれた。 いわゆる音楽的振動として少年時代を過ごし、最初は母親にピアノの手ほどきを受けたが、ほどなくしてバイオリンに興味を示し、父親からバイオリンの手ほどきを受ける。7歳からジュリアード音楽学校でイヴァン・ガラミアンに指示した。10歳の時にアルトゥール・ロジンスキの指揮するハバナフィル・ハーモニー還元楽団とビエニアーフスキのバイオリン競争曲第1番を弾いて、 注目を集め、12歳で、パガニーニのカプリース州を録音した。1950年には、ディミトリ・ミトロプーロス式のニューヨークフィルハーモニックと共演し、パガニーニのバイオリン競争曲第1番を演奏して、カーネギーホールデビューで大成功を収めた。1951年には、テレビ番組にも華々しく登場。1952年には、号衆に学料を行う。 1954年より演奏旅行と録音のために欧州にたびたび訪れるようになり、チャールズ・ビダー監督の映画ラプソディにも音楽スタッフとして参加していた。スタジオ録音は1959年頃を境に行わなくなったが、1960年代に入っても放送コンサートは継続していた。しかし、1960年代から次第に、 私生活で感情のコントロールが効かなくなるなどの不安定を示すようになり、舞台から落下するのではないかという妄想に駆られるようになっていった。1960年代以末には麻薬の常用が囁かれるようになった。マンハッタンの自宅アパートで誤って転倒をし、そばにあった椅子で頭部を強打したことにより死去。彼の死について薬物に侵されたので、自ら命を絶ったとも、 自分の不幸を嘆いて、机の角に頭をぶつけたとも、また、麻薬の過剰摂取で命を失ったとも、言われたという。レヴィンは、クライナウ、プレーレーターが、口癖の鬼教師として知られるガラミアンによって、歌詞のない、生まれついての完璧なバイオリニストと認められた、ただ一人の門人であった。レヴィンは生まれつき、右手の弓さばきがよどみなく、そこに、 ガラミアンの教授法による、ルュシアンカペー譲りの近代的なボーイングが加わり、音色に力強さと輝かしさを習得した。その完成された演奏技巧は、1958年にステレオ録音された、パガニーニの24のカプリース全曲にも伺われる。デビンはハイフェッツを崇拝し、その後継者たら、んと自ら望んだだけでなく、 デビンの才能を認めた数々の巨匠からも、ハイフェッツの再来とみなされていた。しかしながら早熟の天才として、国際的なキャリアが始まるや、いなや伸び悩むようになって挫折し、周囲から望まれたような大気として演熟するには、至らなかった。ありがとうございます。